第3章ところで底辺の騒ぎになりやしたよ親分八五郎の話はまだ続くのですおめえが学者先生に怒鳴られたことがそんなに底辺な騒ぎかとんでもねえしの玉閣のじいさんが組みついてきたって驚くこっちゃありませんがあれから本所中は大騒ぎで日が暮れると若い女を外へも出さねえことになりやしたよまさかお触れが出たわけでもあるねえ 若い女と言っても停止持ちは別ですが娘が見られるとどんなことになるか見当もつかねえでしょ三人の娘それも本所自慢のピカピカするのが浮きな一つ立てられずにドロンと消えたでしょその上ピカイチのいい娘が一人や殺された瞳見悟空にされちゃかなわねえから親たちは明るいうちから娘を外へ出さねえ日が暮れてっから両国を渡ると見かける女はばあさんばかると思うでしょう まさかそれほどでもあるね。娘たちにしちゃうぬぼるというものがあるようす。お吉さんやお三つさんやお春さんに比べて私はそんなに劣るのかしら。おしのさんのように殺されてはかなわないけれど、ひょいとお兄さんち神隠しになるのも悪くねえといったそんなバカな銭形の親分でも女に生まれたことのねえ悲しさでこういった娘の心持ちはわからねえ。日が暮れると飽けう女が 一人も外へ出ねえはずの本所で近頃若え女の弱る気が流行る。嘘だろう。そら嘘だが世の中というもんは全く分からねえもんですね。八五郎の話は途方もないが本所から向こう島へかけてこの事件の評判は大変なことでした。あれは邪のせいか。いやこの寒さに邪性の者の,の飛び出すはずはない。やっぱり若い 娘を好きに渡らせられる邪心がる麗しいのをかどわかすに違いないそういった噂が床屋から湯や稽古場から渡し船の中へと恐ろしい勢いで広がってゆくのです。俺は夕空に白いものの飛んでいくのを見たと真顔で主張するものがありいや平のあつ森のような美しい金たちが 横笛を奏でながら大川のほとりを歩いていたなどというものもあります。若え娘たちがうっかりその顔を見るとふらふらっと後をつけたくなるんだそうですよ。誰がその金たちを見て誰が言ってふらふらっとなったかそこまでは調べが届きませんが八五郎の話は大体こういった他愛のないものでした。平時は、 一応の調べを八五郎に任せた上、石原の古文集とお品に後の始末を任せて、しばらく様子を見ておりました。容易ならぬ事件には違いなく、踏に落ちない節々も少なくありませんが、何の証拠もないために、差し当たっては手の下しようもなかったのです。最も,も八五郎は石原の利助の家を宿にして、三人の行方知れずになった娘の 日頃の様子を調べさせ剣相の娘のおしのに重点を置いて念入りに調べの網を張らせましただが三人とも江戸の下町に生え抜きの娘たちで相当おてんばでもありもろもろの噂もばらまいているくせに江戸の娘らしい賢さがあって後の患いになるような男で入りはなくおしのに至っては さすがに樹家の娘で親孝行の評判のほかには何にもないと言っていいくらいですこいつは手のつけようはねえぜ八五郎の報告を聞く平次もそういうほかはありませんお雛の行方第一章それから四五日経つと八五郎はとうとう一つの事件を持ち込んできました親分 エテモンはしびれを切らして動き出しましたよそういう八五郎はうさぎぼとった猟犬子供を希望っております何をやらかしたんだ親分の言いつけどおり本所から向こう島を念入りにかぎわわしているとやれがしたよ今度は人形師の加納京極の娘あのお島というのかあれはきれいすぎるから怪物もよけて通ったと見えて 妹のお雛の方がさられました。俺はまだ子供じゃねえか。重視とかいうことですが、とんだ可愛らしい娘で、瞳見悟空には手頃だったかもしれません。おめえは口を聞かせると乱暴でいけねえ。ともかく行ってみましょう。ゆんべのことで石原の古文集から使いが来ましたよ。行ってみよう。もう昼近くなっておりましたが、雨暖かい春の日を浴びて向こう島まで歩くのは、 楽な道ではありませんその上道連れの八五郎がひっきりなしに話しかけます。へええ親分言ってみると分かりますがあの姉娘のお島というのは大した器量ですね。今頃おめはそんなことに気がついたのか この前は素顔で少し取り乱していたでしょう。化粧した娘姿を見て、私っしは今までデージーにしていた岡堀町を焼いてしまいましたよ。町内のみそっかすや、隣な町のお茶っぴーなどは、娘のうちに減るやしません。あの、お島という娘は、あった。よだれを吹け。愛せんやせん。このがんちあっしは、毎日向こう島まで乗しましたよ。イジー毎日行って顔を見ても嫌な顔をしねえ。 用事がねえから、江戸から衣装から好き嫌い、親たちの仕事、何もかも聞いてしまいましたよ。日向に甲羅を干して、大川を登る船の方を眺めながら、あの娘と半日無駄話をするな、そりゃいい心持ちでした。あきれた野郎だ。人様の迷惑も少しは考えてみろ。おかっ引きや借金取りや、おてたつもりで影じゃ何をやれるか分かったもんじゃねえ。その代わり、いろいろなことが分かりやしたよ。 叶獄というのは底変な金文字ですね。あんまり人気があるんで、兵衛仲間に憎まれ、京を売って江戸へ来たが、江戸にはまだ馴染みが薄いから、心細いったらありゃしね。お願いしますよ、八五郎親分。万一の時は親分の力でと言った、その万一の時が来たでしょう。おめえは一人気めに頼もしがられようとしている様子だから、俺が言っちゃ邪魔だろう。蹴るぜ、八。 さあ何言っちゃいけません。銭形の親分が後ろに仕えてるから足のにらみが効くんでうぬぼれのない八五郎はそんなことまで心得ているのでしたおやあの人形師が土手に登って辺りを眺めてるじゃねえか小さい娘のことを案じてるんでしょうそんなことかもしれねえ気の毒なことに平次と八五郎は少し回って 土手下の峡谷の家を訪ねましたおや銭形の親分私のところにも飛んだことが峡谷は叩きのめされたような顔をして平時に訴えるのですほんだことだったね師匠平時もこういう他はありません第2章 2> 何しろ まだ重視になったばかりでしょう。腹は大きくともほんの子供で人に誘われてぶらぶら出る年頃じゃございません。寝が内気な子ですから人と口を聞くのも恥ずかしさがいっぱいで父親の凶獄はそういうのです。急に見えなくなったんでそう申すほかはありません。昨日の昼まで陽気に騒いでおりました。いつもと少しも変わりはないのに昨夜月がいいとやら申して。 宵のうちに外へ出たっきり戻り戻ません持ち物は何にも持ってはいかなかったと思います。いつも身につけている巾着さえ放り出したままですから。東国がそう言って合図をすると隣の部屋からからかみを開けて姉のお島がそっと赤い巾着を出してみせるのです。父親の打ちのちめされたような やる方もない悲嘆と焦燥に委ねた姿に比べて、姉のお島はさすがに取り乱した様子もなく、静かで無口で無表情でさえもあるのです。お嬢さんの縁談など、男の人とのお付き合いなどそんなことは夢にも考えられません。何と申しても、遅生まれの重視で、まだマリアお手玉が面白い年頃ですから。父の峡谷は手を振っ 持ってののの挨拶をするのでするでいつぞや見かけたお弟子の又市とかいう人は見えねえようですがあれは朝早く東海道のしるべをたどって小田原までやりました一度通った街道筋が子供心にも面白かったようですからもしやと思う親心ですお笑いください京極はそう言って恥じいる姿でした 師匠の家を恨むものはありませんか仕事の上とか上のお嬢様のご縁談のことなどで「ないとは申しかねます」「差し当たり見当もつきませんがこんな問答はどこまで繰り返しても果てしがありません」「その時でした」「やろうマジュール!」「外に待たしてあるはずの八五郎の声がつつ抜けます」「続いてバタバタと逃げてゆく足元それを追う八五郎の嫉 一瞬あたりの静寂を破りましたがしばらくすると元の静けさに帰って遠く金龍山のやつ二時の鐘の音が春の水を渡って響きますはあ驚いたの驚かねえの相変わらずの鳴り物入りで這うようにして庭口から入ってきたのは八五郎でしたなんという騒ぎだ平次も縁側に立ち入れました 人形師京極はその後ろに従います見事にしくじりましたよ怪しい野郎を追ってかけていくとどっから飛んできたか空き雑砲が一本足の股裏に飛び込んでくるじゃありませんかくせ者の相棒がいたんですね危ねえなはっと思うとつんのめって土手の上を泳ぎやしたよひばらを打って二つ三つつりむきをこしらえたから我慢にも動きやしませんクセせ者を逃がしたのか まあ、早く言いやね。だらしがねえな。でも、またぐらに棒を掘り込まれちゃ叶いませんよ。腕族にも知恵にも。